ロッジ P2、ロッジ P2、ロッジや P2、正式名称、プロパガンダデューは、イタリアに拠点を置く、フリーメイソンのグランドロッジ、参加で活動していたロッジである。メンバーの違法行為を問われ1976年に、フリーメイソンのロッジとしての承認を取り消された後も、元メンバーにより、秘密結社的な存在として運営されていた。イタリア統一。 リソルジメント後の1877年に、プロパガンダマサニカの名で、トリノを拠点にフリーメイソンのロッチとしての活動を始めた。しかしその後、ベニートムッソリーに率いるファシスト党政権下の1925年に、秘密結社禁止法が施行され、イタリアにおけるすべてのフリーメイソンが活動を禁止されたために活動を停止し、その後は秘密裏に活動を行った。 その後、第二次世界大戦において、北、イタリアが、ドイツ軍の占領下から解放され、イタリア社会共和国、サロ政権が崩壊し、フリーメイソンの活動が解禁された1945年に、プロパガンダデューノ名で、フリーメイソンのグランドロッジ、イタリア代表者参加のロッジとして、活動を再開した。しかしその後1960年代に至るまで、その活動は、 政治的な色彩を帯びたものではない上に活発なものではなく数回の会合を開いていた程度に過ぎなかった。しかし1966年に元ファシスト党員で極右政党であるイタリア社会運動マシーの幹部で第二次世界大戦におけるドイツの戦犯容疑者のブラジルやアルゼンチンなどの 南アメリカ諸国への海逃亡を幇助したオデッサと手を組み助けた人物としても知られたリーチをジェッティが入会してからはジェッティ自らが活動を活発化させ主導権を握り1971年には代表グランドマスターイコール親方に就任したこの前後に東西冷戦下のイタリアにおいてソビエト連邦と一定の距離を置くユーロコミュニズム路線を敷いた エンリコベルリンゲル書記長を率いるイタリア共産党が中道層の間にもシジマ四国政における議席を増やしたほか首都のローマやボローニャやフィレンツェなどの大都市の主張に共産党員が選出されるなど活動が活発化した。また、ボリビアやニカラグアなどの南アメリカ諸国においてキューバのチェゲバラなどの共産主義者が率いるゲリラ活動からが 反軍事独裁運動に浸透を図る中で、ジェッリ代表の主導のもと、これらの左傾化に危機感を持つイタリア脳派政治家やイタリア軍人を中心に、アルゼンチンのファンペロン政権や、当時軍政下にあった、ブラジルやウルグアイ、チリなどの南アメリカ諸国の反共的な軍事政権の政治家や軍人もメンバーに持ち、さながら冷戦下における反共主義者の集まりとして活動していた。 反共主義活動の一環として、ジェッリ代表などを中心とした一部のメンバーが、左翼運動家や反政府ゲリラのみならず、政府批判を行った国民を弾圧していた、アルゼンチンやウルグアイなどの南メリカの軍事、独裁政権や民主的な選挙で選択された政権に対する、軍事クーデターを起こそうと格索しているボリビアやチリの軍部に向けて、戦闘機やミサイル、 装甲車などの武器買い付けを行った。なお、これらの南米諸国には、古くからイタリア系移民が多く、軍首脳部にイタリア系移民の子孫も多かった。さらに、古くからドイツ系移民の子孫も多かった上に、第二次世界大戦後に南米諸国に亡命した、ナチス政権下のドイツ軍将校をアドバイザーとしていることも多かった。 さらにジッリ代表ら主要メンバーは1970年代にアルゼンチンで反政府的な左翼運動家や反政府ゲリラに対して汚い戦争を進めていた軍人出身のホルヘラファエルビデラ大統領を紙面で積極的に支援していた。しかしこれらの資金の多くが違法に調達されたものであった。また1982年にアルゼンチンとイギリスとの 間に起きたホークランド紛争でアルゼンチン空海軍機に搭載され多くのイギリス海軍艦船を沈め有名になったフランス製のエグゾセミサイルもジェッテ代表やメンバーにより調達されたものであることが明らかになっている。なお、ジェッテ代表やアルゼンチンのメンバーは第二次世界大戦後に先般容疑者となったもののジェッテやバチカンの協力を得てボリビアに逃亡した後に 同国の軍事政権のアドバイザーを向ていた元ナチス新兵隊中尉のクラウス・バルビーや同じく現ドイツ軍士官でムッソリーニ救出作戦の指揮官として知られドイツの敗戦後はスペインや南アメリカに亡命し暮らしていたオットースコルゼニーともこれらの武器の輸出を通して関係を続けていたさらにジェッリ代表を含む複数のメンバーは バルビー・アスコルチェニーのみならず冷戦下において、これらの南アメリカの軍事独裁政権を同じく支援していたアメリカ合衆国の中央情報局 IA との関係、さらにはグラディオ作戦との関係も噂されている。このような違法かつ臨時官に欠ける活動が明らかになったことが、当時共産党などの左翼政党が大きな勢力を維持していたイタリア国内で、 大きな疑惑と批判を浴び、1974年には、イタリア大表者参加のロッジとしての承認取り消しが提起され、1976年に、イタリア大表者参加のロッジとしての認証が取り消され、フリーメイソンから正式に破門されることとなった。しかし、その後もジェッジは、イタリア大表者内の他のロッジで活動を続けた上に、他のメンバーも、イタリアの政治家や軍人、 極活動家を中心に、他のロッジのメンバーとなりつつ秘密裏に、ロッジピーニとして秘密裏に活動を続け、言葉通りの秘密結社的存在として活動した。その後1 9 7七年には、当時の与党であるキリスト教民主党との対立により、イタリアの主要銀行からの融資を止められ、資金難に陥っていた、日韓市、コリエーレ・デラ・セラの親会社である、リッツーリ社に、 サハで知られたピエール・オットーネ編集長を解雇することを条件に、ジェッリが融資を持ちかけた。なお、リッツ・オーリ社のアンジェロ・リッツ・オーリ社長は、ロッジ P2 のメンバーある。その後、ジェッリは、自らと関係の深かったバチカン銀行の総裁で、数期教でもあるポール・マルチンクスが違法に調達した資金を、リッツ・オーリ社に提供し、その後、オットーネ編集長は解雇された。以降同は、 現在に至るまで保守主義的な論調を取ることとなった。1980年8月2日の朝にボローニャにあるボローニャ中央駅で爆弾テロ事件が発生し、駅舎と駅構内に停車していた客車が破壊され、これにより外国人を含む85人が死亡、200人以上が負傷した。当初この事件は鉄道事故と思われていたものの、 事件後の調査で捜査員が爆心地近くで金属片とプラスチック片を発見したことによりテロ事件と断定され捜査が開始された。事件後にはローマ、ジェノバ、ミラノのマスコミに極左テロ組織の赤い旅団とネオファシズム組織の武装革命中核ニュークリー・アーマッティジ・ベルーザンリーノルが犯行名乗り出たがその後武装革命中核は事件とは 無関係で、犯行声明はでっち上げであるという声明を3日夜、発表した。しかしその後捜査当局は、武装革命中核が、テロの実行犯と断定し、さらに、ロッジ P2 のメンバーで、イタリア軍安全情報局、シスミーのナンバー2のピエルト娘スメ将軍が、ジェッリ代表の事件への関与の権威をそらし、さらに極右組織、 テザポシジオニのリーダーたちに権威をかけるための偽装工作を行ったとして逮捕された。その後行われた裁判で、ジェッリと娘気将軍は捜査妨害などの罪で有罪判決を受けた。なお、事件の動機は詳しくは判明していないが、爆破テロを行い多くの市民を殺害しその罪を共産主義者になすりつけることで、これまでの暴力的革命路線を放棄したことで、 無党派や中道層を取り組むなど、当時イタリア国内で勢力を拡大していた、イタリア共産党をはじめとする、左翼勢力による脅威と、イタリア共産党との協力路線である、歴史的妥協を進め、その結果左翼勢力の勢力拡大を招いた、キリスト教民主主義のフランチェスコ・コッシュが政権の極左対策への無策をアピールし、世論を極右政党に対し有利な方向に誘導する。 ことが目的であったのはないかと言われている。1981年3月に、ボローニャ中央駅爆弾テロ事件をはじめとする、極右テロや、複数の経済犯罪、さらに政府転覆防議などへの関与の容疑で、イタリア当局から逮捕状が出されていた、ジェッリ代表のナポの別宅を、イタリア警察が捜索した際に、すでに、フリーメイソンのロッジとしての認証を取り消されていた、ロッジ P2 に、 下記の10人を含む932人のメンバーがいることがジェッリ代表が隠しもイタリストから確認され、イタリア政府より発表された。その中には、第二次世界大戦後の王政廃止により、スイスやポルトガルでの亡命生活を余儀なくされていた、ビットリオ・エマヌエレ・ディサブヤモとイタリア王国王大使の他にも、30人のイタリアの現役将軍、 38人の現役国会議員、4人の現役閣僚、情報機関首脳、後のイタリア首相となるシルビオベルルスコーニなどの実業家、大学教授などが含まれており、P2 事件と呼ばれ、イタリア政財界のみならず、ヨーロッパ中を揺るがす大スキャンダルとなり、時のアルナルド・フォルラーニ首相は辞任に追い込まれた。このような事実が明らかになった結果、 これらのメンバーとの関係を疑われることになってしまったフリーメイソン内の委員会はすでにロッジとしての認証を正式に取り消していたロッジ p にそのものを再度正式に破門したと発表した。さらにスイスに逃亡していたジェッティ代表を含むロッジ p にメンバーの中でロッジ p にの認証取り消し後に他のフリーメイソンのロッジのメンバーとして活動していたもの全員を フリーメイソンの名を語った上で、フリーメイソンにふさわしくない活動を行ったとして、1981年10月31日に正式に破門した。また、同年12月24日には、アレッサンドロペルティーニ大統領が、ロッジピーニを犯罪組織と正式に指名し、その後議会に調査委員会が発足し、調査が開始された。 1982年に入ると、バチカン銀行の主力取引業で、ロッジ p にメンバーであるロベルト・カルビが頭取りを務めていたアンブロシアーの銀行が、10億ドルから15億ドルとも、いわれる、首都不明金出して破綻し、カルビに、逮捕状が出されたものの偽造パスポートで逃亡した。その直後にカルビの秘書のグラツエ・ラ・コロケールは、カルビを非難するメモを残して飛び降り自殺し、 さらに6月17日には、カルビが逃亡先のイギリスのロンドンで暗殺され、ブラックフライヤーズ橋に首を吊った姿で発見された。なお死体が発見された時点では、自殺とされたが、その後の調査で暗殺であると認定された。あとに、ゼッリは逃亡先のジュネーブで逮捕され、1980年8月2日に行われた数の死傷者を出したボローニャ駅、 爆破テロ事件や、アンブロシアーの銀行破綻、カルビ暗殺に関与した暗殺犯の一人として、スイスとイタリアで起訴され、4年の懲役刑の有罪判決を受け服役したものの、数回にわたり、脱獄と再逮捕を繰り返した。なお、カルビ暗殺への関与については、証拠不十分として、無罪となった。またジェッリの脱獄と逃亡には、これまでに何度も、首相を含む、 主要閣僚を務めていたジュリオ・アンドレオッティをはじめとするイタリアの政界関係者のバックアップがあったと言われている。なお、アンブロシアの銀行破綻とそれに続くカルビ暗殺事件にはジェッリ代表やマルチンクス大司教をはじめとするバチカン関係者やイタリア政財界のみならず、マフィア関係者やユダヤ系金融家で大富豪のジェームズ・ゴールド・スミス、果ては 事件当時のローマ教皇であったヨハネ・パウロ二世と共に出身国であるポーランドの反体制イコール反共産主義制組織である連帯を資金援助していた CIA に至るまで様々な組織の関与が噂された。このようにロッジピーニとのそのメンバーの行動はイタリア内外から多くの批判を浴び複数のメンバーは罪に問われまたそのいくつかは暗殺されたものの 逃げをわせた者も,も多く、その後もベルルスコーニがイタリア首相の座に着くなど、元メンバーの多くがイタリア内外で活躍し続けている。なおジッリは2003年に P に再生プランを発表し話題を呼んだものの、実際に再考はされていない。また2007年にカルビ暗殺事件で無罪判決を受けた後には、自らの自助伝的映画のための権利を譲渡する契約を アメリカの映画プロデューサーとの間に結んだものの、これらの計画が実現しないまま2015年12月にこの世を去った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。